はい、ということで今日泊まるコテージに到着しました。じゃん、ルーカス。ルーカスでかいね。一応ね、4人用のコテージになってて、この半分だけに泊まるって感じだね、うん、すごいあれじゃない、シックな、かっこいいよね。かっこいい。で、この建物の前に駐車場が2台分泊めるスペースがあります。2グループで来ても1台ずつ泊められるからね。では入ってみましょう。森さん家に侵入しようとしてるやつ。鍵の位置高くない？高いね。ドアもでかい。うわ、え、マジ広っ。何これ。うわ、めちゃくちゃ広いんだけど。大富豪の家じゃん。ここの玄関スペースだけでさ、普通の部屋くらいある。4畳くらいあるか。で、全身の鏡がここにあるし、こっちはさ、スキー板とかボードとかも置けるよね。で、ここも玄関まですごいあったかいのね。だから乾燥室みたいな感じで使えると思う。ちゃんとここにもハンガーあるから、ここにスノボのウェアとかも置けると。こっち側にボイラー室があると。まあここは触らないけど。で、入ってすぐのところにすげえ階段がある。すごい立派な階段だよね。コテージとは思えないくらい、ね、まあ2階は後で見るとして。ちょっと待った。このチャンネルではお得に旅行をするための情報をお届けしています。安くてもいい屋根に泊まりたい人や、交通費を抑えてその分美味しいものを食べたい人におすすめです。よければチャンネル登録お願いします。キッチンでっか。この大きさのテーブルにさ、4人でしょ。え、何、貴族なの。鉄板焼きみたいだよね。なんか、あ、鉄板焼き屋のカウンターって感じ。こうやって、そう、まあ、IH ヒーターです、ここは、うん、え、初めてなんだけど、こういうのアイランドキッチン。料理好きな人はさ、すごくいいよ。4人までなんだけど、ここは家族で料理ができるし、うん、グループで料理ができる。このスペースすごいね。お店みたいじゃん。パン粉寝られるよ、ここで。シンクも広いしさ、子供のお風呂みたいで。まな板も置いてあって、そう、コーヒーメーカーがある。粉を入れるやつ。コーヒー好きにはいいね。やっぱ海外のお客さんが多いからかな。パカッ。ゴミ箱。食洗機。パカッ。なんかスタイリッシュな、ね、やかんが。包丁2個あるね。なんか下にね、水切りかごが置いてあります。あ、ここはケトルと5合炊きの炊飯器。ここにもさ、コンセントついてるんだけど、ここの中にもコンセントがある。ここは土鍋だ。だから冬来て、うん、鍋して、夏は外でさ、バーベキューができるからいいね。それもこのコンロの下ね。なんか開けるところがいっぱいでワクワクするね。あ、シンプルでした。お玉とフライ返しで、魚焼き。お、え、すげえ。ここで操作するヘルシーメニューとかで、ここが、あ、でっかい鍋とか、鍋つかみ。このでっかいのが冷蔵庫ゾーンですね。冷蔵室、はい、でかい。長期滞在もいけるね。1ヶ月くらい住みたいよ。ここは何でしょう。これ開けたい。あ、レンジか。あ、レンジだ。一体型なんだ。あ、ここにパネルがあったわ、そうさん。見にくい。どうすればいいか分からない。分からない。あ、ついた。見やすい。すごいね、いろいろ機能がありそうだね。上が、あ、食器類がありますと。全部4つずつあるね。だいたい揃ってそうだね。下、まあ、調理系。トラリー、レンゲまであるよ。で、これ多分レンジとかで使うプレート。はい、ということで以上キッチンでした。この階段の裏ね。階段の裏には何がある。なんかトイレがラグジュアリーな間接照明になってるんだけど、広すぎでしょ。トイレのこの台何すんの、ここに。うわ、開いた、開いた。自動だった。まあもちろんウォシュレットはついてるけど、これもスタイリッシュだよね。いや、すごいね、最新型って感じ。トイレの隣、お風呂だー。
洗面台広いね。おー広いな。めっちゃ広いよこれ。4人くらい並んでも大丈夫だよ。みんな並んでいけるもん。まあ長期滞在だったらね、いろいろあると思うんだよ。ケア用品とかも女の人が多いから、そういうのも全部ここにさしまったりとかもできるし、でゴミ箱もちゃんとあるしね、結構重要だったりするんで、でハンドソープもあるし、うん、コップは1個だけどね。でドライヤーがあって、あとアメニティが歯ブラシ、ヒゲ剃りとコットンって感じかな。こういうの珍しいかもしれない。使用済みタオル、回収ボックス、でっかいホテルとか大浴場があるホテルとかであるじゃん。これいいね。なんかいつもさ、どこにいるどこかなってなるね。確かに。ちゃんとね、脱衣のカゴもあって親切だな。これ何、これタオル乾かすやつぽいね。はしごみてぇだ。はしごみたい。お風呂です。めっちゃ広いね。え待って、床が高いぞ。なんか石だからさ、冷たいかと思ったの、うん、めっちゃあったかい。うわ、床暖ついてるぞ。さ、全体があったかくなるからいいね。ドアはね、透明なの。浴槽も大きいしさ、天井が高い。開放感があるね。まあ、アメニティとしてはボディーソープ、シャンプー、コンディショナーはちゃんと揃ってると。浴槽はね、なんかジャグジーとかついてそうな形だけど別についてなくって、お湯ひねって沸かすタイプだね。横幅がある。わかるかな。ここは広いよ。子供と一緒に入るといいんじゃない？あ、いいね。家族みんなで入れるんじゃないこれ。いや、家族連れできたら楽しいだろうね。みんなでワイワイしながら入れるもんね、うん、シャワー、水圧チェック巻いてます。あー、弱いかな。弱いな。これ全開？全開だね。マックスがこれだからね。弱いね。弱いね。はい、お風呂でした。1階最後、リビングです。広いね。天井が高いからすごい開放感がある。吹き抜けになってて、めっちゃ広い。何人分のソファーだよ。広いね。広いわ。2人なのか寂しいくらい広いね。まあソファーの座り心地は固めなんだけど、何かこぼしてもすぐ拭き取れそうな素材。子供がさ、ここでジュースとか飲んでてこぼしちゃってもすぐ拭き取れそうな感じで、ここにテレビがあって、なんかね、携帯電話置いてあるんだよね。このコテージ専用の管理センターとか緊急時の連絡先とか使うんだけど、ただ使う時は自分でプリペイドカードを用意して使わないといけないんじゃない。やっぱ海外の人が多いからさ、海外から来て日本の携帯持ってなくてもここの、まあ、最低のものはこれで使えると。 Wi-Fi もあると。 DVD プレイヤー、ガムテープ、あ、ティッシュの替え、ティッシュの替え入ってる、ちゃんと。まあ、DVD あるのはね、子供と来た時に DVD 持ってくれば見られる。まあ、みんなで映画鑑賞とかできる、うん、でね、このリビングもうほぼ全部ガラス張りになってて、おおすごい開放感。羊蹄山がドーンとかいうわけではないんだけど、外の風景が見えると。で、ここの前はまあプライベートっぽい芝生になってるからね、うん、ここで子供が遊んでる時も眺めていられる。ここそうだね。以上、リビングでした。では2階に上がっていきましょう、はい、2階には2つ寝室があります。え、すごい、めっちゃ広い。見て、ホテルにあるやつ。ホテルの一室がここに一部屋としてある。うわ、おっきめのベッドだね。が2つあると。これは一部屋に過ぎないか。景色もいいね。池がある。池と山の景色。階段を挟んで反対側、うん、もう一部屋あります。こっちの部屋はさっきのと違ってこう全部一つの部屋に全てがまとまってるって感じ。ベッドがあって、その向かい側に机がある感じだね、うん、ただこっちの方が窓がすごい広いから、うん、さっきの部屋よりは開放感はあるかな。山も見えて、こっち側ね、道路の方も見えると。あ、こっちからね、若干羊蹄山が見える。以上、2階でした。で、室内は大体終わったんだけど、キッチンの横からね、裏の外の方に出れるので、ちょっと外も探検してみたいと思います。おー、あ、なるほど、テラスですね。うわ、気持ちいいね。この裏には全く建物がないから、ここはすごいプライベート感があるね。で、ここのテラスでバーベキューができると。もちろん自分たちでバーベキューコーナー持ってきてもいいんだけど、4月の終わり頃からレンタルもできるみたい。
しかもいいのがさ、このキッチンから出れるってところ、ね、あ確かに、ね、準備も片付けも楽だから、それはお母さん嬉しいよ。洗い場があるから、ここで大きいものをだいたい洗って、そう、油物とかここで洗えちゃう。しかもここに置き場があるっていいよね。テーブル以外の置き場があるっていうのはちゃんとライトも装備されてるから夜でも大丈夫だと。いいね、北海道の美味しいお肉と海鮮をここでバーベキューする。めっちゃいいじゃん。こっちの方に回っていくと玄関にも出れるの。だからバーベキュー道具とか中にさ持ち込みたくないじゃん、ちょっと汚いから。直接テラスの方に運べると。以上テラスでした。受付でチェックインした時に、でゴミの分別をお願いしますってことで、うん、ゴミ袋と一緒にこう分別の紙もらったんだけど、結構細かいみたい。まあ具体的な品目とかも書いてあって、分けなきゃいけないんだね。それはちょっとまあ面倒っちゃ面倒だけど、長期滞在ならなおさら面倒か。あとはね、ニセコ泉郷っていうここら辺一帯にいろいろお店とかも、今日お昼ご飯食べたお店とかも入ってるんだけど、そこのシーズンパスっていうのをもらったのね。これを持っていくといろいろ特典を受けられると。ジョジョズカフェあったじゃん、あそこもね、これを持っていけば 5% オフだった。まあ、あといろいろあるよ。ほんとここら辺結構食べ物屋さん多くてさ、飲食店が。しかも何回とかじゃなくってさ、この2020年のグリーンシーズン、その間だったら多分ずっと使えるんだよ。これお得だね。以上ルームツアーでした。ニセコヒラフ泉郷レンタルコテージ、うん、ルーカスレビューをしていきたいと思います。はい、ここはね喫煙可のコテージだったんだけど、ああそうだね。でもね、全然タバコの匂いとかするわけでもなくて、うん、私たち全然タバコ吸わないから、うん、むしろ嫌いで、気になるところなんだけどね。全然気にならなかったね、匂いは。あの24時間換気のスイッチがさ部屋ごとにあるから、うん、結構もう換気ができてるのかなって思った。そうだね。で1泊22,600円と、あとね宿泊税っていうのが別で400円くらいかかったから、まあ23,000円だったんだけど、1人1万数千円でしょ、うん、でこのクオリティだから、うん、かなりいい宿だと思う、うん、まあ、全体的にかなりクオリティが高くて、うん、まあ、ベッドも寝心地いいし、うん、キッチンも広いし、まあ、トイレも超綺麗で落ち着く雰囲気だし、でお風呂も広い、うん、また来たいぐらいのホテルだったんだけどまあ1点シャワーの水圧がねもうちょっと強ければよかったなっていう。ああそうだね、うん、まあ、弱すぎるってことはないんだけど、うん、若干弱いかなってくらい。そうだね。あとカメムシがたまに出るっていうそうことがあるから、うん、カメムシの駆除の仕方もインフォメーションにちゃんと書いてあった。虫嫌いな人はちょっとカメムシ出ちゃうとギャーってなるかもしれないけど、まあ、それを差し引いてもいいコテージだったかなと思います、うん。あったかいしね、すごい。あったかいね。冬でも全然あったかい。暑いぐらいだった。暑いくらいだった。ということで、ニセコヒラフ泉郷レビューでした。バイバイ。西コツコの本当目の前にある天然ノルデっていうマフィンの専門店。